したところを忘れないうちにラスト一回合わせようか。そうだね。気合を入れていこう。ちょうどお客さんも集まってきてくれたみたいだし。みんな来てくれてありがとう。聞いてたかもしれないけど、これから最後の合わせをやるところなんだ。これが終わったらファミレスに行って超デラックスホワイトデースペシャルパフェに挑戦だね。確かそのパフェを友達と一緒に崩さず食べられたら挑戦成功、その友情は永遠になるっていうやつだっけ。店がそうやって宣伝してるだけで友情が永遠なんて根拠はないけどね。あら、もう本当に崩れやすいパフェで、仲良く息を合わせて食べていかないとバラバラになっちゃうんだよ。バラバラはもう嫌だもんね。うん、志保もそうでしょ。え、もうそりゃ、とにかくまずはきっちり今やるべきことをやるよ。パフェはその後。もちろん、みんなよかったら一緒に楽しんでね。じゃあ行くよ、ニードル。ちゃんと治ってたよ。パフェの効果かな。普通に練習の成果だと思うけどね。じゃあ今日のところはこれで終わろうか。ということはパフェ食べに行けるってこと。ま、最近練習ばっかりで息抜きらしい息抜きとかも全然してなかったし、それくらい付き合うよ。いや、までこんなに喜んでくれるなんてちょっとびっくり。休むことも大事って伝えようとしてくれてるのかもしれないね。今日はホワイトデーでもあるしね。うんうん、ちょうど私も
しほちゃんから素敵なプレゼントをもらった気分だよ。パフェ食べに行くだけなのに大げさ。みんなもいいホワイトデーを過ごしてね。じゃあまた。なあ、みんな、ハッピーホワイトデー。早速だけど、俺たちからみんなにかっこいい歌をプレゼントするよ。まずは、ステージチェンジ。もう何の曲かわかったかな？ミュージックスタート。の演奏もすごく素敵だった。えへへ、ありがとう。みんなも楽しんでもらえたかな。よかった。ホワイトデーに歌を送る作戦大成功だね。うん、リン、ルカ、メイコ、一緒に演奏してくれてありがとう。おういたしまして。私たちも演奏楽しませてもらっちゃったわ。ええ、こういう体験も立派なお返しになるわね。うんうん。みんなはバレンタインのお返しはもうできた？もしまだならどんな形でもいいから思いを返してあげてほしいな。こういう時じゃないとなかなか言えないこともあるからね。直接言葉を伝えるのが難しそうならメッセージを送ってみるっていうのもいいと思うよ。そうそう、君からの返事をワクワクしながら待ってくれてる人もいると思うんだよな。みんなが素敵なホワイトデーを過ごせるように応援してるわ。それじゃあ良いホワイトデーを。